こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチ3天ぷらやっていきます。まだの方はチャンネルのご登録よろしくお願いします。チャンネル登録されているよって方は動画の高評価ボタンも押していただけると嬉しいです。はい、ということで現在地はヌー大陸、ですね、1箇所目のモドリスが終わったので2箇所目のモドリスに向かって行ってみたいと思います。感じた。ヌハラ砂漠からこっちですね、2箇所目はこの辺かな。ここにあるのがヌフィンクス。この辺に入り口があるので入っていきたいと思います。はい、羽田空港、すごい黄金の飛行機がある。おお、雨がありますね。で、ここのモドリスはもうアイテムも落ちてる。妖術大百科、この台の奥で今回は羽田空港にあるモドリスに挑戦しようと思います。では触ってみましょう。この物体から不思議な力を感じる。その時頭に浮かんだのはお花畑が綺麗な妄想の世界。なんとなく敵が分かってしまったような気がします。あ、モドリスが起きている。あ、デバミちゃんが出てきてくれるんですね。ヌー名物モドリスはね、強い妖怪の記憶が眠っているの。もし記憶が落ちちゃったら怖いことにないの、気をつけて。モドリスに眠る戦いの記憶が目覚めようとしている。モドリスの記憶とバトルしますか？バトル行ってみましょう。お花畑と妄想といったらきっとですね、ストーリーで出てきてくれたあの人だと思います。モドリスの中にあった戦いの記憶が蘇った。やっぱり妄想モモンだ。あ、しかもここの部屋、後ろにナメキチがめっちゃいっぱいいる。あれ ?NKB48 って後ろ書いてありますよね。あの、左側の奥。ここは劇場前になるのかな。それでは、技出しながら、行ってみましょう。あ、待って、竜が来てる。それ、もうちょっと。マガンゴ爪、あ、こっちが先。これをこっちに、これにしないと。ああ、ドラゴンがなってしまった。うわー、あ、次はリニアモーターカーでしたっけ、新幹線でしたっけ。これもまずい。お、ダーウィンが危ない。もう一個、よし、ラストブジナの技がいく。できました、腹切りソード。はいね、これで後ろに行ってから、お払いお払い、もうちょっとレベル3、長い。よし、はっ、一発で切れなかった。よし、お払い完了。今技で打ってるのに子はいないんですけど、これ、あー、そっちじゃないの、こっち。よし、つきましたね。あー、できたできた。ブラスター行きましょう。半分ぐらいまでは減ってるのでいけると思います。はい、戦北艦北ハイモードに止まってほしい。あ、隣だった。アタックモード、これで押していきましょう。妄想モンドもね、ストーリーで出てきた時よりもきっと強くなってると思うので気を引き締めてやっていきます。よし、 OK、 当たった、フィニッシュ。そしたらもう少し何かが必要な気がする。これは、おー、でも結構入りますね。ダーウィン回復してもらいます。でもその前に来てる、動かなきゃ危ない。よし、動き切ってますね。お花畑の妄想、危ない。よし、避けられました。ダーウィンの技もあるんですけど、エンマの技がいけるので覚醒エンマに必殺技を打ってもらおうと思います。ちょっとあの、ダインジャが来てるのがすごく怖いんですが、マガンゴツネスハを撃ってもらって、向こう、あ、
今動かせてよかったかな。ちょっと危ない感じがしますね。あ、来ちゃった。当たる。おお。エンマが危ない。大丈夫かな。ダーウィンはまだ回復してほしい。あ、でも今サボってる。あ、これこれ。あ、ちょっとニャーケービー。ニャーケービーはやらなくてよかった気がするのは気のせいでしょうか。あれ、ちょっとお払いしよう。レベル3か。よし、よし、よし。もう2枚。はい、来た。オッケー。被害妄想してる。おー、ラストブシエンが。あー、いっぱいある。さあ、私はどこで、どこで出てくるのかな。一番最後に1個まで残ったこともあったんですけど、今回は。早めに出てよかったです。よし。ラストブシエン、もうちょっと。あ、大蛇が、大蛇が来る、大蛇が来る。よし、オッケー。ダブルおさわりは大丈夫そう。腹切りソード。もう少しですね。もうちょっと。でもラストブシエンがお祓いしてあげたい。こすれー。やってー。うわー。ドラゴン。ドラゴンが来た。耐えられない。ダーウィン。戦国韓国と変えましょう。でももう少し。もうちょっとだよ、みんな。あ、まずい。妄想、お花畑が来る。あ、終わった。危ない。はい、いけました。あ、やっぱりニャンケービシアターって書いてありましたね。勝利、やった。はい、経験値をもらう。経験値が 16,776、 お金が65ドル。アイテム超経験値玉をゲット。無事に勝ててよかったです。モドリスは再び眠りについた。しばらくは戦えないみたいだ。わー、地声の見つけちゃった。記憶からでできたキラキラの像だよ。飾ったらいいことあるかも。妄想モンモンの像を手に入れた。モドリスはね、時々素敵なお宝をくれるの。記憶は何回でも見えるから、モドリスが起きたらまた来てみて。はい、ということで今回も記憶出てきたね、キラキラの像をいただきました。前回ね、ふぶきちゃんが飾ってくれた台があったので、そこにまた飾ってくれるのかなと思うので、ちょっとね、戻ろうと思います。道間違えました。下の方でした。よし。それにしてもあれですね、あの砂漠をね、自転車で移動するっていう早いですね、自転車到着。お、またびっくりマーク出てますね。話しかけてみます。あら、あんた綺麗な像持ってるわね。へえ、妄想モンモンの像っていうのね。ちょうどこれが置けそうなところがあるわ。せっかくだし飾っといてあげる。あ、これは一番端っこなんですね。あら、悪くないんじゃない。なんか気分良くなったかも。妄想モンモンの像の力でバスターズトレジャー中全員の揚力が 5% アップ。おー、見に行ってみます。ここなんですね。これまた見れる。妄想モンモンの像、この像に宿る果てなき妄想の力によって秘められし揚力が引き出されるだろう。像の効果はバスターズトレジャー中全員の揚力が 5% アップ。あ、こういうのが見れるんですね。前回ベッティさんだったので、これも見てみます。ベッティさんの像、この像に宿る包み込むような愛情が多くの新しい出会いを招くだろう。像の効果はバスターズトレジャー中友達チャンス確率アップ。お、真ん中に3つ空いてますね。ということで今回は妄想モンモンがモドリスの中に記憶として眠っていました。戦いの記憶、他の大陸にも一つずつモドリスがあるので、またですね、次回モドリスに挑戦行ってみたいと思います。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!